聞こえておるか、人間たち。聞こえておるかな。聞こえてるっぽい。大丈夫？大丈夫？いやー、噛んだ。初配信お疲れ様だー。ありがとう。そして今日は振り返り配信ということで、ゲスト3人も呼んできたぞー。じゃあ1人ずつ出てきてもらおうかな。じゃあ一番最初のラビー。はーい、皆さん、こんなみです。ホロライブ5期生の雪花ラミーです。こんばんは。清楚だな、相変わらず。よし、じゃあ次、ねね、はーい、ねねちゃん。おホロライブ5期生オレンジ担当の桃鈴ねねあるー、よろしくねー。ねみ、ちょっと眠そうだな。もう眠いって言ってたからな、ねねは。もう安心しちゃって、もうほんと頑張ったね、まるちゃん。うん、あああったけよ。よし、じゃあ次、シシロン。ホロライブ5期生清楚担当、嘘、スシローボタンです。嘘までが早かった。早かった。 0.5 秒で嘘ついちゃった。0.5 秒だったね。お疲れ、まのちゃん。お疲れ様。ありがとう。めっちゃ緊張した。いや、もう緊張した。ほんと、ほんとしちゃった。もうめっちゃ、めっちゃ緊張した。今100億点だったよ。素晴らしかった、あれは。かわいかった、かわいかった、無限に。かわいかった。かわいかったよ。うん、ありがとう。ほんとに安心した。ほんとによかった。もうみんなで一緒に見てたからね、まるちゃんをね。ずっとかわいいって言ってたよ、ある。言ってたよ。いやー、出てるな。そう、で、今日。え？シシロンがちょっと大きいみたい。あ、シシロン？大きい。オッケー。声が、声が大きいのはデフォだよ。デフォだよ。声でけえよ。まだちょっと声の大きさナフしとくわ。あ、そういう意味じゃなくて。ナフしといたぞ。そういう意味の声のデカさじゃなくて。大丈夫？逆に大丈夫？みんな上げた方がいい？もう大丈夫？今ね、シシロンの声ナフした。ほんと？あー、ナフくらっちゃったよ。今はちょうどいいかな？大丈夫かな？大丈夫です。大丈夫か？デフォじゃねえだろ。突っ込まれてるぞ、シシロン。オッケーオッケー、大丈夫。あ、今日の司会は誰ですかって書いてあるよ。はい、今日は、私が昨日ね、配信したということで、うん、今日の司会は、シシロボタンがお送りさせていただきます。はい、お願いします。頑張るー。お願いします。ただね、うん、私が司会しちゃうと、今日ね、ねねぞうがずっとねみーって言ってんだよ。もう安心しちゃってあるから。あれ、なんか、ねねぞう元気なくね？みたいなさ、なんかさ、元気あるよ、もう元気すぎて眠たいある。元気すぎて眠たいある、面白いな。ちょっとガヤ頑張ってね。頑張ります。ガヤガヤする。ある、頑張ってね。ガヤガヤします。じゃあ早速ね、いきますか。うん、まのちゃんに聞きたいこと振り返り配信いきます。うん、じゃあまず最初にテーブルの上にジュースか何か飲み物があったと思うんですけど。ああ、あれな。画面にあったと思うんですよ。あれ、あれは中身何ですか？あれ、エナジードリンクだな。ねねも好き。そう、エナドリめちゃくちゃ好きだからもう毎回飲んじゃうな。なるほどね。驚っちゃうな。ちょっとそれ初情報ある。ねねも好きだもんな。デカビタだっけ、ねねは。ねね、デカビタ大好き。いや、美味しいよな、あの手のドリンクって、マジで。色似てるしね、ねねちゃん。おしゃれなやつに入ってたよね、あれ。うん。そうだよ、ちょっと格好つけて、ちょっと大人ぶって。そう。お酒に見せかけてのエナドリだから。かわいい。なるほどね。かわいいね。
じゃあ、あのワイングラスの中はエナドリだったということで。うん、しょうがしょうがエナドリだ。なるほどね。じゃあ、次サクサクいくよ。うん、なんでもこい。一番最初に歌った歌、虎視眈々、うん、だったかな。あれを選んだ理由ってなんかあったりするの？あー、選んだ理由が難しいな。うん、まあこう一つの配信でやっぱりギャップ、うんうん、まあね、多少なりともちょっとギャップが欲しいなと思って、最初にちょっと、うんうんうん、ね、ちょいえってちょっとかっこいいような感じの虎視眈々をこうかまして、最後にもう明るく締めようと思ってハッピーシンセサで、その多分ギャップのためっていうのもあるし、単純にこの虎視眈々っていう曲が好きっていうのもあるな。そう、かっこよくて好きなんだ。あ、かっこよかったよね。かっこよかった、もうかっこよかった、かっこよかった。100億満点、億点あげる、あれを、うん、もう一兆点あげるよ、一兆点だよ。いいフレしすぎなんだよな、いつもとか。確かに、確かに。逆にの前ちゃん大好き、あれ。逆に価値なくなっちゃうからダメだよ、インフレは。ちょっとダメだよ、ね、んー、じゃあもう100点満点だった。あと100点満点だった、ある。うん、うん、ありがとうだ。そうだよ、なんか魔法…怖い怖い。角が溶ける。あー、かわいい。ねねが食べてあげるからね、その溶けた角は。ちょ、今なんて言った。あ、溶けた角はねねが食べる、あれ。え、ちょっとダメだ、ダメだよ。やばいぞ、やばいぞ。そんなことは許しませんよ。シシロよりも肉食だな、これは。角ってお肉なんだ。やばいぞ。歯折れるぞ、ねね。大丈夫、ある、予備ある、ある。ダメ。刺しはそれ。あ、じゃあね、代わりに、そう、取れちゃったらラミにつららを刺しといてあげるよ。そうある、そうある、つらら刺さるよ。それはそれ、なんか寿命が短そうだから大丈夫か。これ1時間ぐらいでね、溶けちゃうけども。ダメだな、それ。もうやめてよ、予備あるとか言わないで、ほんとに。じゃあ次、もう次行くよ、収集つかないから。うん、おいっす。はい、じゃあ次、お弁当作るのが好きって言ってたけど、うんうん、じゃあお弁当の中で何が好き？うん、あー、もうこれはな、もう欠かせない、タコさんウインナーだな。あー、何だ。え、みんな逆にお弁当の中身って何が好きなんだ？ねねはミートボール。え、かわいい。私、しば漬けかな。しば漬けって何あるか。渋いんだよ。え、しば漬け。渋いんだよ。お漬物。お漬物。お漬物。渋いね。え、ラミーは？ラミーはね、小さいハンバーグを作って入れるのが好き。あー、ぽいわ、ぽいわ。ダミーだわ。ダミーだなー。え、かわいい、みんなもう。ぽいぽい。しば漬け以外かわいい。なんだよ、お前、しば漬けバカにすんなよ、お前。キュウリとキュウちゃんバカにすんなよ。うめえんだよ、あれ。え、おいしいね、おいしい、しば漬けもおいしいよ。おいしいよ、ほんとに。おいしいな。うん。ダメ、笑いも笑うほど眠気がやってくる。ダメ、まだ10分も経ってないよ。頑張って。え、でもあれだな、あのだし巻き卵がいないの意外だったな。卵焼き、確かに。え、卵焼きさ、甘いのとさ、だし巻きとさ、うん、あるけどさ、どっちが好き？ああ、どっちも好きだけど、どっちも好きだけど、私は、うん、だし。あ、だし？あー、だしだな。我が家もだしだな。だし？ねんねんはね、ねんねん作りたてならだしの方が好きあるけど、うんうん、あの、お弁当に入ってる冷めたタイプのものは甘い方が好きあるね。あ、そうなんだ。わかるな、わかるな、うんうん、それもわかるわ。うんうん、恐ろっち。なるほどな。恐ろっち。いい、やりたい、おそろっちやりたい。おそろっち、来ないで、来ないで。なんでよ、だし巻き言ったやんけ。海も、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 海
そう、みんなにも作りたいな。じゃあ、はい、はい、はい。作りたい。うん。はい。はい、じゃあ、ちょっと卵がほにゃららで、ちょっと聞きたかったけど、じゃあ、おでん何が好き？あ、おでん！え、もう一択だろ。え、一択なの？え、若い大根しか食べないで。じゃあ、せーの。せーのでよ。え、せーので行くの？せーので行こう。お、いいぞ、いいぞ。いいよ、いいよ。せーの。大根用事。あれ？何言ってるかわかんねえよ。あれ？じゃあ、一人ずつよ、一人ずつ。うん。シシロは？大根。うん、まなちゃんは？我が家も大根だな。あ、ラミーも大根なんだけど。あれ？あれ、ね、ねねは？ねねちゃんは？ねね牛すじ。こいつ、こいつリッチだぞ。ねねリッチだな。ねね牛すじも好き。だから意外とちょっとなんかリアだな、リアルだな、なんか。いやちょっとやめてよーもう。いや、絶対言われると思ったけど、絶対ちくわって振られると思ったけど、我が輩ちょっとあんまりちくわ食べないけど。あ、でも、そうね、ちくわ、なんか、私もあんま食べないな、ちくわは。あ、おでんであんまりちくわ食べないかも。うん、その代わりでもね、しらたき。あ、しらたきめっちゃ食べる。あ、美味しいな、なんかこんにゃく系美味しいよね。うん、きゅうりって言わなかった、今、誰か。え？え、ちくわにきゅうり？ああ、そうだ、そうだ、びっくりした。おでんに入れんのかなと思って、びっくりした。ぼちゃって。おでんじゃないよね。びっくりした。おでんじゃないよね。あ、びっくりした。もう。え、これ。それで？一息ついちゃったりゅう。なんかね、ってなっちゃった。はい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 、かわいいな。はい、じゃあ次行きます、次行きます。じゃあ私が配信の時にご帰省をなんか調味料でさ、こんな感じって言ったと思うんだけど、じゃあご帰省をお弁当の具材に例えたら何かなっていうのをね、ちょっとね聞きたいなって。え、難しいな、なんだ。え、それは誰が誰のことを言うの？じゃあ、あ、みんなで言う。じゃあ、ラミちゃんをまずお弁当の具に考えたら、何か。卵焼き、卵焼き。卵だな。卵焼きだ。ああ、卵焼き。包む感じってことあるよね。包む感じって感じ。それ。ありがたい。なんかこうね、優しい味がするから。そこはやっぱママ枠であるラミだな。マヌちゃんおいしい。マヌちゃんちょっと間違えた。ラミちゃんおいしい。お前名前間違えんなよ。もう今日マノちゃんが主役だから口がマノちゃんになっちゃってマノちゃんの口になっちゃってんだよな。そう、マノちゃんの口になっちゃってでもね、そこはもう解釈一致ですよ。ありがとう、嬉しい。じゃあそうね、じゃあ次ねねちゃん。ねねちゃんお弁当の具に、じゃあ例えたら、もう、なんでしょう。何あるか。いや、なんだろうな。え、待って、ちょっと待って。ねねちゃんか。ねねちゃんか。ないとかやめてある。いや、ある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 んだけど、何かなって。ねねちゃんか、ねねちゃん。え、じゃあ我が輩から出していいか。あ、いいよ。我が輩なんか食後とかにさ、食べらん。プチゼリーみたいな。あ、わかるか、なんかちょっとお楽しみ系の。うんうん、入ってると嬉しいな、いると嬉しい。もう、わかるわかるわかる。あ、ちょろいぞねね。いやー、かわいいな。マノの角になりたい。やめとけ。え、じゃあラミーも言いたい。いい？っても。いいよ。ラミーはね、あのね、ねねちゃんは唐揚げかなって。なんか唐揚げ入ってると嬉しいみたいな。あー、だな。うんうんうん、やっぱねねはいないかな。うん、そうそう。ちょっと照れてるねねちゃん。あおー、めっちゃ気分悪い。あおーじゃない、あおーじゃない、めっちゃ気分悪い。もう今日はぐっすりやるよ。まだぐっすりするの早いからね、もうちょっと頑張ってね。え、じゃあシシロンは？ねねちゃんはね、なんか煮物の椎茸。
ほう、煮物のシート結構ピンポイントでいくね。どの、あ、まあでも理由が気になるな。なんか、なんかおかず食べた口をちょっと休ませたいときにあれを食べたいんだけど。あー、なるほどなるほど。そうそう、なんかね、つまみ体系。うん、あー、ねえのこと、つまんでくれるのか。うん、つまむ、つまむ、つまむ。ああ、シシロにつままれて生きていく、モモズとネネ。あ、いいよ。あ、いいあるなぁ。いいよ、いいよ、いいじゃん。気分いいある。どういうことなの。でもね、めっちゃ気分いいある、うん、まあ、美味しいよ、私、椎茸好きだから。うん、美味しいよね、うん、そうそうそう、そういう意味で、まあ、姉ちゃん、椎茸かな。うん、うん、うん、良いな、良いな、良いぞ。次は、シシロ。じゃあ、次、私、うん、私。シシロンは、ね、シシロンはでもご飯だな、白米。うん、ご飯だな。あ、わかる。白米って感じ。うん、なんか梅干し乗っててほしいな。うん、乗ってね、乗ってね。ごまは、ごまは、白ごま。ごまいらない。ごまいらない。ごまは、ごまは、いらないで。ごま、風呂あるか。なんかあったりするじゃん。え、でもシシロンっぽいじゃん。しば漬けも端っこに置いててあげるよ。あ、本当に。やった、嬉しい。広く取って、うん、面白いとこが何箇所かあるみたいな。上に乗ってるやつが。良いな。あ、そうだね。うん、結構解釈一致だと思う。でもコメントだと、コメントだとさ、具じゃないじゃんって書かれてる。確かに。でも大切だよ。大事だよ。大事。確かに具ではないな。うん。具では確かにないけれども。まあでも大事よ、ご飯、うん、お弁当屋さん行っておかず飲みくださいって頼むことあんまないじゃん。うん、うん、確かに、うん、絶対ご飯頼むでしょ、うん、いいよ。じゃあ次、まなちゃんは。あれ、まなちゃんまでだよね。じゃあ、おまるんおまるんかな。おまるんいいな、おまるん大事大事。おまるん、おまるん、いや、おまるん、おまるんははい、はい、おまるん、おまるんはね、エビフライ、うん、あー、いや、分かるな、納得してしまったな。揚げ物いいやろな、オマルンは。オマルンめっちゃわかるわ。いや、でもそうだね。そうそう、うん、エビフライだね。うん。解釈一致。カラッと、カラッと揚がってる。うんうん、エビフライ、唐揚げになるな。サクッ、サクッ。食べ応えがある感じあるな。ありそうね。ある。結構大きいエビフライかな。あー、そうね。うん。お弁当箱からはみ出てる。あー、出ちゃってる。尻尾出ちゃってるやつ。尻尾出ちゃってる。あるあるある。出てそうだな、確かに。出ちゃってるやつだね。シルエット、草とか言うな。シルエットは確かにちょっと似てるけど。違う。それで選んだじゃないから。そう、イメージがね、エビフライ。いやでも確かにな、めっちゃ納得したわ、うん、それは、うん、エビフライって感じする。じゃあ最後、まのちゃん。まのちゃんね、はい、難しくないかな。ラミ言ってもいい？いいよ、いいぞ。あのね、あのうさちゃんにカットしたリンゴ。あー、ねねもデザート、あのパンケーキ、うん、ちっちゃいパンケーキとか思い浮かべて。あー、そうそうそう、なんかもうかわいい、うん、かわいいの、かわいい、かわいいの。タコさんウインナーだな、まのちゃん。あ、やったー、タコさんウインナー。全部かわいい。でもまあ、かわいいのは一緒、うん、そうね、かわいい。なんかみんなめっちゃかわいがってくれるじゃないか。かわいいんだもんだって。ああ。もうなんか、ここに囲まれてると本当に角が溶けてなくなりそうだな。大丈夫、あれよ、ねねが一口残さず食べるから。いや、もうダメ、ダメよ、ダメよ。食べるな、食べるな。ダメ、ダメよ。じゃあ次、質問、うん、いきますよ、うん、さっき、まあ、ツイッターでもさ、貼られてたけど、うん、あの、サンメンズあるじゃん、サンメンズ、うん、あれな、うん、サンメンズのデザインで、うん、特に、まのちゃんはどこが好きか、うんっていうのは、うんうん、特にか、難しいな、うん、でも好きなところが多すぎてだな。あー、一個ね、うわ、一個に絞るか。それだったらやっぱり太もものベルトのところかな。あのそう、ね、ちょっとお肉でさ、こうベルトの上に乗ってる感じ、うんうんうん、あれ、それちょっと今って見せてもらうことできるのかな。今か、ちょっと待ってよ。
ここになるな。どこどこどこなの。おっ、おー、かわいい。かわいい。ここが本当に今ねねが下でこう支えてるあるからね、マヌのことは。大丈夫、組体操、組体操みたいになって支えてるよ。おいしそう。おかえり。おかえり。うん、おかえり。そう、身長差ちょっとあるからね。うん、そうだなぁ。まなちゃん背低いもんね。150だっけ ?150 だなぁ。おちびちゃん。ちっちゃい。おちびもって取ってくるのかねねぇ。おちびちゃんあれ。あれ。ねねちゃん158cmだっけ。ねねは9割。ねね結構高いよな。159cmある。届かないあるでしょ。ねねのお団子に。やぁい。ほら、角で触ってみなよ、ねねのお団子。届かねえんだ。かわいい、かわいいね。ああ、届かなるな、残念だったある。くそ。速攻でなんかマウント取ろうと思ったら、本当に取れるものがなかったら。無限に見ていた。地味にな、そう、我が輩の自慢の胸も、ねねも結構でかいんだよな。ねねちゃんね、結構大きいからね。うん。そうなんだよね、5期生みんな大きいからね。一番右がもうすごい、すごいあるから。え、ちょっと。お前のじゃあ勝負りしちゃった、あれ。いや、ちょっと、そういうのは、そういうのは。まなちゃんはまあ成長期なんで。あ、そうだな。うん、確かに。なんで、笑顔を持ってきた。15歳でこれだからな。確かに。だから何ぐらいの年の時には金よりも大きくなってるかもしれない。隠したんですけど。いや、ちょっと、うん。いや、わかんないけれども、うん。じゃあ、はい、次。隠すのエッチだな。なんでよ。先生。はい、先生、考えてた。はい。はい。はい、考えてた質問が全部終わりました。サクサク進み。めちゃくちゃサクサク進む。じゃあ、まだ20分なんだけれども。じゃあ、どうしようかな。じゃあ、初配信で、一番緊張したところ。いや、それはもちろん一番最初だな。歌った時？そうだな、まあ、アフタートークにはなるが、こう、我が輩結構、初配信前にかなり声出しをしていて、だいぶそう、声がガラッガラになってて、なってたあるな。そう、いや、これ、高音上がるのか、出るのか、すっごい心配だったのと、まあ、あと単純にやっぱりこう、こんなね、なんだろう、大人数の場に出たことがなかったから、そうだって魔界でライブしてた頃なんてそんなね、よく見てくれて10人とかだったからな。そう、そんななんか我が輩にいきなりこんなね、こう大衆の目にとどまってしまったら、もう心臓がもうね、飛んでってしまったな。そう、飛んでってしまったあるか。飛んでったな。もう確実に多分配信中に心臓4個ぐらい入れ替えたな、我が輩。そんなことできるの。ちゃんと落としたらそれねねにちょうだいあるよ。ラミー欲しい。こら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 、契約しようとしない。こら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 。すごかった。でも本当にね、すごかった。いやー、ありがとうな。そう、めちゃくちゃ上手だった、あれは。うん、ね、うん、いやー、ありがてえ。そう、だから、100は出し切れなかったからね、今後の配信とかでもっともっと出していけたらなって思ってるから。あんなに上手で、100点じゃないんだから。これ以上あるあるか。いやー、ダメだよ。緊張しまくっちゃったし。そう。やっぱり、その、ガラガラなのもあって、コウも上がりきらんかったからな。そう。ダメだったな。歌枠が楽しみだもん、ほんとに。ねえ。そうだな、結構なんか今までにない感じの新感覚の歌ってみた放送が届けられると思うから、そこはほんとに我が輩もウッキウキだな。楽しみ、楽しみ、楽しみ。ありがとうよ。なんだっけ、悪マイク悪マイクだな。悪マイク、あれめっちゃ可愛かった、ある。前に泣きって出てくるあるね、歌うとき。ちゃんと出てくるぞ。かわいい。ねねちゃんもさ、歌うまいじゃん。
なんか、まるちゃんとさ、なんか一緒に歌ったりとかさ、今後あったりするの？え、いいよ、したいな、めっちゃしたいな。聞きたい、ねねが一緒に歌ってもいいやるか？いや、もうむしろ歌ってほしいぞ。こちらからお願いしたいぐらいだ、ほんとに。おー、やる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 。かわいい、かわいいな、ねね。楽しみある。ね、なんかねねもそうだし、今後ね、5期生とかみんなでな、いっぱい歌えたらよいな。うんうんうん、いいかな。あ、音程が来ないんですけど、大丈夫ですかね。まあ、今は、いろいろな技術でね、どうにかなったりすることもあ、どうにかなる。あくまで魔法の力を借りたりすれば、よいじゃないか。あ、本当によかった。バックコーラスに徹するとこだったよ。ね、そう、ラミーもだよ。ラミーもバックコーラス組だから。なんであるか、ね、みんな上手あるよ。いや、みんなメイン、みんな主役じゃないとダメだぞ、そこは。後ろでちょっと、こまごま踊る役だったから。歌えないか、こう。じゃあ一緒に踊ろうね、シシロね。ね。ちょこちょこ踊ろう。二人が踊ってるのも。あの、ステップ踏んでたか、後ろでもう。踊りはじゃあみんなに任せるな。ちょっとわが踊りはちょっと得意じゃないから。え、でもあれだよ、なんだっけ。一緒にやろう、あれ。あのステップだよ。ドゥッドゥッドゥルルッドゥッドゥッドゥルルの、あのステップだよ。ラミできるの。何なんだっけ、あれ。宝島か。きっと宝島さん。あー、やるか、じゃあ。あのステップ。おい、なんかラミの口から一番聞きたくなかったの、それ。何のことか最初わからんかった。一番こん中で新宝島は踊っちゃいけないよ、存在だろ、ラミーはよ。え、でもあれしかできない。絵面がシュールだわ、ちょっと。そうだな、ちょっと。可愛いつららダンス教えてあげられる。あ、つららダンス教えて、教えて。え、じゃあ披露してもらっていいですか？でき、今できないあれ。いやー、楽しみだな。うん。頑張る。これじゃあちょっと次、ちょっと無茶なお願い。嫌がある。あ、こいつ察しがいいな。いこいつ即答だったな。おやすみ。こいつ察しがいいぞ。おやすみとか言って。ママすずさん、ママすずさん。ね、おやすみ。起きてもらって。何あるか？何のご用ですか？ちょっと今までの配信を振り返ってみてほしいんですけれども、桃鈴大先生のね、歌、あの即興の作詞作曲があったと思うんですよ。大先生、まあ、はい、大先生です。大先生。大先生のね。で、今日もちょっとその大先生にですね、あろえさんの歌をですね、あの、作っていただけると。あー、嬉しいんですよ。あ、どうですかね。大先生あるか。大先生、うん、よ、大先生。あー、じゃ、まあちょっとやっちゃおうあるかな。しょうがないあるな。うん、聞きたい。大先生のお歌が聞きたい。聞きたいね。聞きたいね。大先生、まあ先生ならしょうがないあるな。まあ教えてあげなくもないあるよ。じゃあちょっと今日はマノアロエさんのですね、オリジナルソングをちょっとワンフレーズでいいので、よし、耳を澄ませて聞いておくぞ。あー、澄ませはしなくてやる。つむっててほしいやる。はいはい。あー、ちょっと待ってやるよ。どうすらやるかな。ちょっとこれ難しいやるよ。ちょっと待つやるよ。いいよいいよ、待つよ。ちょっと繋いでてほしいある。ちょっとね、たまに。あの、じゃあさ、昨日のさ、あの、昨日のお歌あったじゃん。あの、なんだっけ、なんだっけ、シーシロンのやつ。そうあれ、ラライオン。ラライオンだあの、ラライオン。ラライオン。あ、ちょっと待って、そっちに釣られちゃう。ごめんね。あれでもすごいね、好きなの。ちょっと失敗するかもしれない。いいやるか。大丈夫だよ。いいぞ、気にしないぞ。うん。まあ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 の、まあ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 の、めっちゃ可愛いまあの、
ねねのいい足のまーのえ、いいよ、でも今日いいよ、よかった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 、ならないよよりかはすごいよかったよいやー、かわいいな、ほんとねねはもう無理やる、明日はできないって言っとかいすごいよかった、手持ちがないある、手持ちがえ、でもほんと、明日でもオマルンで最後だからだな、そうだ、オマルンだけないのはダメじゃない、オマルン自分で作ってくるって言ってたあ、ほんとに、あ、そうなの、いやいやいや、いやいやいや、でもねねちゃんの絶対欲しいって、うん、大先生あるから、大先生あるから、大先生だもんね、うん、じゃあもう、まあ大先生の歌はやっぱ欲しいですよ、じゃあまあ考えてくれなくもなくはなくもない、 ありがとうございます大先生、さすが、さすが大先生、まあ、さすが、明日の気分次第みたいなところあるあるけどねなんやかんやでな、ねねは優しいからな、うん、優しいからもうとっておきの、もう笑いあり、涙あり、感動ありの歌が出来上がるかと存じ上げております、あー、やり返されてやる、無理あー、無理、マノー、マノー、いや、ちょっと待って、シジラのこと角で刺してちょっと届かないな、ちょっと頑張って、やめろ、やめろこっち来んな、届かんかったわ、ねねに刺さるねねが痛いわるえ、でも、もともとハードル上げたのねねちゃんだからね、そうなんだよな、あ、そうだよ、あの、そうだよ、すべてのスタートは、そうねねなんだよな、そう、ねねちゃんがラミーの配信の、初配信の時にあの、圧でハードルを上げてきたのがことの始まりだからね、見てくれよ、この何もしてないですよみたいな、この罪逃れの顔、うんねねは何でもしてない、ある応援しただけあるよそうよ、いやだからね、うん、ねねちゃんからねねちゃんに帰ってきてしまったという、期待してます先生、明日は先生ならね、先生なら仕方ない、明日は期待しますよ、大先生、分かったる分かったる、まあまあまあ期待すとこあるよやったいやー面白いな、じゃあね、授業も終わったということで、うん、次のは、次の話にね、行きましょうか、どうしようかな、次の質問、逆になんか聞きたい、聞きたいことがあるお方おります、質問、あ、じゃあリスナーさんのコメントを見てみようか、あ、良いな、そうだな、なんか視聴者ともこう会話したいよな、うん、確かに、そう、何かこう、まのちゃんの初配信でも、あ、好きなゲームだって、あ、うんうん、好きなゲームか、いや、そう、めちゃくちゃそう言うの迷ったんだよ、我が輩これ、うんうん、あと、結構、なんかこう、趣味でエーペックスとかやってるけど、うん、そう、うんうん、ただ、本当にそれ以外の FPS 全くやってないしなと思ってさすがになんかこう、得意なところに書くのはちょっと違うなって、しかもその、我が輩のね、1日前にこう、シシロがそこでドンって出してるからこの後ね、ちょっと我が輩それ出せないなあれめっちゃ熱ある、あるある、引っ込んだな、ね、もうね、すごいもんね、だってシシロドンって出しちゃったからね、すいません、ね、ほんとな、趣味程度に過ぎんからな、我が輩は、あ、ホラーゲーム好きですかって、あの、ホラーの映画の話してたじゃん、ホラー映画好きって、うねうんうん、あー、あー、我が輩な、ホラー映画は大丈夫なんだけど、ホラーゲームは苦手だな、そうなの、かわいい、え、なんだろうな、ホラー映画はこう自分が実際体験してるわけじゃないじゃないか、そう、あくまでもこう第三者視点で見てるじゃないか、でもこう最近のホラーゲームってさ、こう一人称視点のものとかあるじゃないですか、あたかもこう自分が味わってるかのような、あの感覚ダメだな、そう、もうなんか他人の不幸をこう見てなんかこうヘラヘラしてるようで申し訳ないの、我が輩はそう、ホラー映画は見れるけどホラーゲームはダメなんだえぇ、ー、そうだね、わかるわかる、そっか、え、ねねちゃんとねねちゃんもホラーゲームは苦手、できない、できない、できない、まあ、あ、できないね、絶対できないねできないよね、いや、ねね、ここは正直に言っといた方がいいぞ、これ、うん、
そう。やりまされになっちゃうよ。できません、できません、できません。全くできません。一切怖いの無理であります。そう、いつか、いつか VR ホラーなすりつけられたりするかもしれないからな。なすりつけられるやつだ、これ。無理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 。あれ、でもさ、5期生でホラーゲームが逆にできる人って誰かいたっけ？できるよ、私。強いなぁ、さすがさすがだな、さすがシシロン。びっくりしないってことあるか？しないね。え、もう淡々とやっつけれってこと？いや、あの、なんかね、一回びっくりしたことがあったんだけど、なんかね、うんうん、ちょうどたまたま、その、友達がいたんだよ。うんうん。で、ゲーム名出してもいいのかな？ピアっていうゲームなんだけど、うんうんうん、アルマタンが出てくるやつ、あの女の子が出てきた時に、うんうん、なんかその銃持ってるから、うんうん、銃でバンバン撃った後にわーってびっくりしたらしくて、うんうん、なんか順序がおかしいって言われたことはある、うんうん、あー音でびっくりしたみたいなってことある？いや、なんかびっくりする前にもう撃って殺そうとしてたんだって。本能が本能が反応がなんかそうさせてたらしくて、でその後にワンテンポ遅れてわーって言ってびっくりしたらしくて、それ言いあるなぁ。もう逆だ、なんか逆しか言いようがない、逆じゃないって言われて、その時に初めてあ、逆かってなった。なるほど。すごいね、なんかもう本能で手の方が先に動いちゃったんだよ、ね、うん、手の方が先に動いちゃったんだよ、だから、うん、そうすごい野生の本能って言われてるよ、野生の本能があるな。強いね。あ、なんかちょっとでもあれだよ、不意打ちでシシロンのことを驚かせたら本能で噛みつかれる可能性がある。気をつけないと。今度やってみろ、あるみんなで。やめてやめろ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 、いじめたんだよ、それ。シシロン、背後からはダメだよ、声かけちゃう。正面から声かけないと。だからまあでも基本そこまでびっくりはしないかな。うん、結構平気。うんうんうん。オマルンどうだろうね。聞いたことない。あ、でもオマルンゲームあんま言っちゃダメだな。でもどうだろう。意外とヒーってなりそうじゃないか、オマルンは。なりそう。なりそうなイメージは。うん、すごそう。声が。いやー。楽しみだな、オマルンの初配信。楽しみ。ゴルゴって言われてるぞ、シシロン。だよ。めっちゃ面白い、あれ。いや、ほんとな、なんかコメントをしてくれる人のさ、こう、面白さっていうのもやっぱ大事じゃないか、こう、配信においてさ、ほんとにね、こう、ホロライブのこう、見てる、ね、視聴者さんってほんと面白いよなぁと思って。ね、面白いよなぁ。ほんといつも助けられてるなぁ。シシロン13って言われてよ。シシロさん、やめろやめろやめろ。みんなは虫は大丈夫なのって書いてあるあるよ。ああ、無理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 。あ、だろうな、あれはラビアそうだろうな。無理、無理、無理。いや、いや、もう絶対無理。え、二人は？虫の種類による。ああ、種類か。みんなカブトムシとか好きあるよ。ムスキング好きだから。ああ、そっか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 。言ってたな。え、虫、え、捕まえられる？ピッて。ピッていけるあるよ。すごい、うわすげえな。シシロンも？シシロンも大丈夫？シシロンは何がダメなの？ダメなの？でもゴキブリとかはあんまり見たくないよね。倒すけど。倒すのか。倒す、倒す。いたら倒すけど。倒すよ。倒すけど、まああんまり見たくないよねって。ああ。うんうんうん。ねねちゃん平気？いや、私はあっちは苦手あるの。あっちは苦手あるの。うん、え、いたら倒せる？無理ある。いやーって逃げる。いやー、あいつ飛び上がるからな、本当に。いや、もう本当にダメ。あのさ、ラミーさ、あの虫が書いてあるパッケージが書いてあるあのスプレーとかも手に持てないから。え、うわー、それはあれだな、怖くて。え、じゃあ虫キングダメやるか。虫キングはちょっとできないし、あの虫がいた時の消臭剤とかも買えないの。怖くて手に取れなくて。かわいい。凍らせてるやるか、じゃあ。つららで。つららで凍らせてる。なんでさ、そのさ、ラミさ、なんかつららが出せるみたいな感じになってるけどさ。
それ想像上のあれだからね。それねね、ねねちゃんの二次創作じゃん、それダメだよ。そうそう、ダメだよそれ。まあでもなんかラミーの住んでるところはなんかね、寒いだろうから虫も少なそうだよな。そう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 、寒いところは、ね、虫いないから。そう、この日本ってさ、すごいね、あの黒いやつとか大きいやつ、そう、なんかこう怖い、いっぱいいるから、ね、怖いあるよ、よく見ると怖い、すごい怖い、ね、え、よく見ると可愛い、可愛い。え、タオタオ星はどうなの？タオタオ星はあの桃に甘くい。え、桃に湧く。あ、甘いから寄ってくるあるよ。ああ。お友達ある。なるほど、お友達か。可愛らしいな、でも。そうある、そうある、みんなお友達ある。虫ともお友達。そうある、そうある。うん、なるほど。あれ、マノちゃんはどこまでは大丈夫？見るまでは捕まえるのもダメ？まあ、100歩譲って見るまでだな。そう、追い払ったりとか、その捕まえるのはちょっとできんぬ。怖い。怖い、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 あれ。いや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 、でもほら、ね、ラミほどではないからな。そう、ラミ結構重症かもしれんな、それは。うん、怖いから、もうだから今後出たら、うん、シシロン呼んで、うん、シシロン、シシロン取ってって言って、シシロンに取ってもらう。それがいい。シューって殺虫剤ね、してあげる。かけてほしい。殺虫剤ってあれ効くのか？結構効くよ。ほんとか？え、なんか効くイメージがない、ないのだが。いや、なんかあの、ちっちゃい虫ならまだしも、あの、ゴキちゃんとかのレベルになると効かなくないか？あ、怖い、怖い。いや、ゴキちゃんって言うと、私たちみたいな。ちゃんと、ちゃんと分けるか。ゴキブリとか、あそこまでのレベルになると。ダメじゃないか。あれはちょっと、なんでずっとこの話してるんですか。一番長いやるよ、これ。じゃ、もうちょっと楽しい話。そうだな、楽しい話しようぜ。そうだな、そうだな。虫の話は、もういいよ、いい、いい、いい。虫の話はもうやめとこう。めっちゃ面白い。虫について語りまくるのやばい。振り返り配信で虫の話をずっとしてる。どういうこと？振り返ろう。うん。まちゃんのね、初配信を振り返ろう。じゃあもう、じゃあ、はい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 。もうすっごい、じゃあもう、すっごいドキョ、ドチョッキュー。噛みだけど大丈夫か？シシロ。話を聞きます。じゃあ、まのちゃんの好きな食べ物なんですか？食べ物、え、もうなんか、ツイッターとかでもあげたけど、我が一番オムライスが好きだな。え、かわいい。え、美味しくないか、オムライス。ねね、も好きあるよ。美味しいよな、オムライス。めっちゃ美味しいある。かわいい、そうね、美味しいね。見たよ、ケチャップ派でしょ。うん、ケチャップ派だな、よ、私は。私ね、ホワイトソース派。うわ、リッチあるな。うん、おしゃれ。ホワイトソースまだ食べたことないな。うん、美味しいよ。美味しいのか、ちょっと今度やってみるか。うん、食べてみて。ホワイトソース、うん、おしゃれやね。え、なんかケチャップしか食べたことないかも。うん、確かに。我が家もケチャップしかないな。デミグラスマジならあるあるよ。ああ、ほんと。お店とかでね。デミグラスか。うんうんうん。マヨケチャ。逆にみんなは食べ物だと何が一番好きなんだ？うん、ネネは餃子だな。あ、ねねは餃子あるね。ああ、そうだよな。ラミーは何が好きなんだ？回答権失ったな。いや、じゃあさ、ほら、ねねちゃんは2番目に好きなものあ、そうだな、じゃあねねちゃんは2番目に。ありがとう、あれ。考えるね。回答権なくなるのもかわいそうだ。そうだね、2番目ね。いや、申し訳ないな、そうだ。ねねは2番目だな。分かった、ある。え、じゃあラミーは何なんだ？え、ラミー好きな食べ物なんだろう。なんかね、わかんない。最近あんまり、うん、なんだろう、難しい、難しい。あ、でも、あの、うん、おつまみみたい。あの、え、特に何が好きあるか。あ、でもチーズとか、うんうんうん、あの生ハムとか。うん、あ、リッチあるな。生ハム美味しいな。好き。うん。が好き。うんうん。うんうん、さすが脂肪だな。あ、脂肪。
ほんと、おつまみ出してきたぞ。え、もう、今日さ、そう、あんまりね、すごいお酒飲んでるってさ、ラミまだ言ってなかった。お酒が好きとしか言ってなかったのにさ、あの、マノちゃんがさ、もう、いつも飲んでるみたいな感じ。主謀にされてる。もう、そんなことない。ここ5日ぐらい飲んでないからね、ラミ。飲んでないからね。持ってしまったから、ちょっと申し訳ない。もうほんとラミ飲んでるイメージしかないけどな。たまたま飲んでないだけじゃん。たまたま飲んでないだけじゃん。ちょっと、そういう、そういうキャラ付けにするのやめてもらって。主語までじゃないですよ、うん、え、でもなんかそのギャップが我が輩好きだけどな、逆に。え、なんか良くないかな。そう、いいや。ねねちゃんが2番目に好きな人、好きな人じゃない、好きな人ご規制であるか、2番目あるか。やめろ。そんな、違う、なんだっけ、好きな食べ物、好きな食べ物あるか、うん、2番目そうあるな。最近よく食べるのは、うん、あのポタポタ焼き、わ、うん、かるあるか、わかるわかる、なんか分かる分かる、甘じょっぱい醤油が乗ったおせんべいある、うんうんうん、おいしいね、あれ、うん、あれをずっとバリバリ食べてる、ある、うん、おいしい、おいしい、おいしいのか、おいしい、めちゃくちゃおいしいあるよ、マロのうちに送りつけるあるな、あ、マジか、ちょっと嬉しいな、それ箱になるな、箱規模がでかいんじゃん、箱くらい。お部屋埋めてあげるからね、それで、ポタポタ焼きで、そう。ポタポタ焼きで埋めるの。ポタポタ焼きは2番目に好きってことはすごいね、すごい好きだね、相当だな、うん、絶対ストックがお家にあるある、へぇ ー、 そうなの、すごい、うんうん、え、なんかさっきバリ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 食べてたの何、それもポタポタ焼きポタポタ焼きだったのか、あー、あれポタポタ焼きだったんだね、そうあれ、このね、配信が始まる前にもね、みんなずっとお話ししてたんだけど、うん、その時にずっと後ろでバリ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 食ってたなそう、バリ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 もう全部なくなっちゃった、うん、あ、食べちゃったのね、食べちゃった、うん、なるほどね、あー、シシロはそれで何が好きあるか、うん、好きなものでしょ、うん、迷う、急に言われると迷うな、ちょっと待って、何が好き考えとく、うん、食べっ子はどうあるか、この間言ってたよね、あ、食べっ子動物、あ、そう、あれ、そう、食べっ子動物好き、うん、かわいいじゃんって言ってたやつある。あの食べっ子動物を食べてて、あの、うんうん、お菓子ので、みんなに何食べてんのって言われて、食べっ子動物食べてる、今英語読みながら食べてるって言って食べてる。かわいい、かわいい、トモグイある、トモグイあるって言われて、ねねちゃんがトモグイだトモグイだとか言ってずっと言ってたって。いや、いいなぁ、このギャップもなんかね、そう、ギャップなの、かわいいの、パンダとか言いながら食べてたんで、そう、なんかさ、そう、シシロのキャラ的にこう、ワイルドに生肉とか肉とか言いそうだけど、うん、食べっ子動物なの、かわいい、食べっ子動物食べてたね、バターいっぱいのクッキーある、クッキーあるって言って、良いなぁね、シシロね、結構その甘いものが好きだったり、ジュースがね、ジュース飲んでたりとか、すごいね、うん、ギャップが可愛いんだよね、可愛いあるな、そう、みんな可愛いある、可愛い、あ、まあ、お酒も飲めないからな、そう、あ、そうだね、中国、あ、お酒、うん、そうね、そう、シシロも我が輩と仲間なんだ、仲間、お酒は飲まないので、うん、え、マナちゃんは何が一番好きなの、飲み物か、飲み物はそうだな、うん、割とジンジャーエールとか好きだな、あ、でも炭酸が好きなんだね、あ、そう、うん、炭酸割と好きだな、うん、おそろちゃんある、おそろちゃんある、そうだね、ねも炭酸好きだもんね、炭酸餃子作るもんな、あれね、うん、炭酸餃子、炭酸餃子作るある、作るある、つけて食べるある、嘘、え、嘘でしょ、ちょっと待って待って待って、嘘でしょ、なになにねねは餃子に炭酸水ディップして食べる、ディップ、ほんと、ほんとに、嘘ある、今マナー
の？言ったる。なんだびっくりした。やられたあるマジ。ちょっと爪痕を残そうとすんな。ちょっとそれはなんかいまいちそうな気もするもんね。じゃあ今度マヌアルと餃子を何の炭酸水につけたら一番美味しいかちょっとやらある検証して。全部きつくないか。食べ物で遊んじゃダメですよ。食べればいいやり、美味しいやり全部。そうね、美味しく食べられればね。美味しいやり。食べればいいや。美味しく食べるなら。討論だ。スタッフかお前は。やめろ。ネネが美味しくいただくある。美味しく食べるなら本当に、ネネは何でも食べそうなイメージあるな。うん、何でも美味しく食べてく。あ、でも野菜ダメだもんね。野菜ダメじゃん。うん、うん、え、餃子の中のじゃあ野菜はなしなの？肉だけってこと？あれやんな、もうそ紛れて分かんないくらいになってれば食べられる、あれよ。ああなるほど、なるほどね。みじん切りとか、なんかそういうことね。肉まんとかも？肉まんってあれ野菜入ってるあるか？タケノコとか入ってない？塩そうだな、少しだけ入ってるな。あ、じゃああれねね野菜食べれるある。ねね野菜食べれるある。生野菜がね。そうだな、生野菜がダメなのか。そうある、そうある。葉っぱの味がする。森の葉っぱね。土の味がするみたいなこと言ってたね。そうあれ、そうあれ。森と土と大地の味がある。そっか。じゃがいもとかね、結構土の味するね。あ、でもじゃがいもは好きあるよ。え？じゃがいも好きなの？え？じゃがいもは野菜だってアメリカ人が言うぞ。そうある、こっちは。ねえ、野菜食べれるある。ポテトは野菜とかなんか食べてんじゃん。え、逆に何がダメなの？人参とかそういうなんかキャベツとかそういうこと？ピーマンとゴーヤとキャベツ。あー、なんかよくあるな、野菜苦手な野菜とプスリにね、入ってる野菜だな。苦味とかえぐみがあるものがダメなんだね、じゃん。まあそうある、そうある。なんか甘いって言われる野菜が辛く感じる、ある。え、辛い？え、キャベツとか甘いってよく言われる、ね、いやでもなんかそう、少しわかる。なんか芯の方ってちょっと辛かったりするな。あ、そうあるそうある。ピリピリする、口の中が。それはわかるぞ。あー、恐ろちゃう。ほんと恐ろち。やりたいやりたい、恐ろちやりたい。来ないで、なんで。いつも来ないでって言うじゃない。いつだったら行っていいのよ。明日だったらやるよ。明日だったら。あ、恐ろち、ありがとう。優しい。ダメマンも優しい。あー、もうマノ、マノあっち行こう、あるあっち。あー、マノあっち。いいよ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 。あー、かわいいな、ほんとに。いや、もう時間あるよ、時間あるよ。え、もう時間ないのかな。そろそろね、時間になってきたね。おいしいしろ、閉めてくれ、ある。はい。あ、でも、ちょっと、大先生。締めの言葉もちょっと大先生にいただきたいなと。一本締めの昨日のオーバービリみたいな締めを。もう今日は考えてなかった。あ、大先生、お願いします。何がいいやろかな。まなちゃんなので。まあ、それかもう浮かばなかったら明日のあれだな、オーマレンの初配信でも宣伝して終わるぜ。そうね。まあ、ちょっと平和にな。おねねも多分だいぶ疲れただろうから。優しい。そうだね、じゃあ明日のオーマレンの宣伝をしましょう。はい、明日、16日、午後21時、00分から、ホロライブ5期生レッド担当のオマルポルカちゃんが初配信をします。絶対に見に来ないと損をするので、絶対に見に来てください、ある。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さすがいい締めでした、大先生。ありがとうございます。よし、じゃあ今日はここら辺で終わるとするか。じゃあ、オマルね、見てね、明日よろしく。ね、みんなで見に行こうな、そして実況しような。またね、みんなで見ようね。見に行きますって書いてあるけど、オマルが。
主役はおめえだよ、おまれ。ほんと、おまれも頑張ってな、明日。頑張ってね、頑張ってね。じゃあ、そういうことで、大丈夫、うん、大丈夫、どう締めるあ、私は、じゃあ、はい、じゃあ、あ、じゃあ、絵も竹縄ということで、今日はこの辺で終わらせていただこうかと思います。寒いのね。うん、ほら、はい、明日、うん、オマルポルカの初配信見てください、うん、よろしくお願いします。お願いします。それじゃあ、今日は、はい、まぬちゃん初配信、うん、じゃあ、皆さんまた明日、うん、バイバイ。また明日、お会いしましょう。バイバーイ。おやすみ。バイバーイ。おやすみ。